どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、アローラベトベトンブルンゲルオノノクスっていうパーティーで、ハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がオノノクスですね。これは、どうなんだろうな。相手の方が回転が早いんで、ワイドブレーカーとか食らってみて、どれぐらいの感じなのか見ていきたいんですけれども、まあでも足棒で耐久力削れるんで、まあ最終的には相手がね、引いてくると思うんですよね。まあこっちも、こっちでね、まあ引けないんでね、まあ頑張っていきたいところではあるんですけれども、まあ結構入りますね、ワイドブレーカー。やっぱりこの火力なかなかですね。で、まあ攻撃力下がっちゃうんですけれども、相手の防御力は2段階下がるんで、まあ相手ヘロヘロになるというか、まあ、そんなに耐久力がもともと高いポケモンじゃないんで、まあ割といけるんじゃないかな。まあこの後相手がね、ワイドブレーカーでこちらにトムを刺してくるかどうかってところで、まあここね、ちょっと悩んだんですよ。入れるかどうか、技を。まあでもこれ食らっちゃっていいですね。これ食らって、で、オノノクス投げていけば、やられる前に倒しきれるんじゃないかな、ワイドブレーカー打たれる前に。そうですよね、倒しきれますよね。で、まあシールドアード取って、まあ裏勝負になるんですけれども、まあフェアリータイプがいないことを願いつつやっていきたいんですが、出てきたのが、あいつみたいですね、なんだ、ドリューズじゃないや、シュバルコか。どうなんだろうな。ワイドブレーカーがね、一応今一つになってしまうので、まあきつくはあるんですけれども、でも相手もね、そんなに硬いポケモンじゃないんで、まあ割といけるんじゃないかな。攻撃力を下げて、で、まあシールドを1枚使って、まあ技防いでいけば、まあボコボコに殴り倒せなくはないと思うので、まあそれでね、なんやかんやしていこうかなと思ってます。で、もう一つ思ったのが、ここにシュバルコ投げるしかなかったってことは、まあ、結構なんだろうな、オノロックスに通りの悪いポケモンなのかな。まあ、ラグラーチとかいるんじゃないかなとちょっと思っていて、まあ、先に出てるね、オノロックスをラグラーチでボコボコにできるビジョンはないですよね。なので、まあ、しばらく投げてきたのかなって気がしたんですけれども、まあ、相手のね、攻撃力はとりあえず2段階下げているので、まあ、全然ドリルライン食らえるんで受けていって、で、最終的に出てきたのはね、ラグラーチだったら、これはまあ、良かったですね。まあ、思った通りのポケモンがいたなって感じではあります。で、まあ、シャドーボール入れていって、で、その後は波乗りで倒していきたいところなんですけれども、まあ、相手はね、シールドをね、1枚しか残ってないんで、まあ、ここで全張りでいいんじゃないかな。自信だけちょっと食らわないように注意して戦っていけば、まあ、いけるんじゃないですかね。なのに、相手が自信まで貯めてきたら、まあ、シールド貼ってっていう動きで、まあ、対処できると思います。まあ、ドリルライナーと自信どっちが痛いかって言われたら、まあ、タイプ1のラグラージュの自信の方が、まあ、絶対痛いですよね。なので、まあ、シールド張りどころはそこになるのかな。で、逆にドリルライナーは食らっても、ブルンゲルの耐久力だったら耐えられるんで、なので、まあ、そういう感じですかね。だけど、まあ、ここで波乗りを打っていって、まあ、これで倒しきれるかな。まあ、これで倒していって、で、まあ、しばらくは戻ってくるので、あ、ギリ残りましたね。あ、しばらくはもう倒した、あ、残ってるのか。まあ、いいや。対戦ありがとうございました。ラグラージって、よく考えたら、オノノクスに対してきついですよね。回転が5454でハイドロカノン回せるので、オノノクスの5555のワイドブレーカーより早いんですけれども、まあ、でも、ハイドロカノン自体がね、ドラゴンタイプのオノノクスに今一つですし、で、ワイドブレーカーね、まあ、同発、最初の一発目が同発になるので、まあ、そこで攻撃力下げられちゃうんでね、まあ、もともと効かないハイドロカノンが、まあ、さらに効かなくなるので、まあ、オノノクスペライとはいえね、まあ、ラグラージにとってはきついですよね。で、まあ、次の対戦の相手がね、シャドウ海流じゃないですか。で、まあ、この対面ね、何度か当たって思ったことがあって、これね、悪の波動まで溜めて足棒打ってるんですけれども、ぶっちゃけね、これ足棒を即打ちしちゃっていいと思ってるんですよ。というのも、まあ、悪の波動まで溜めて打てば絶対シールド貼ってくれるんですけど、相手。まあ、こんな感じでね、起点作られてね、倒されちゃうんですよね。でも、逆に足棒を即打ちすることによって、なんだろうな、次のこちらの足棒を相手シールド貼らなきゃいけなくなるので、で、こっちはね、やられる前に、なんですかね、足棒2発吐けるんでね、まあ、そういう風にした方がね、ぶっちゃけいいですね。そうしないとこんな感じで、まあ、結構2匹目も削られてしまうので、なので、まあ、なかなかね、難しいですね。で、相手が投げてきたポケモンがレジスチルだったので、そこにはオノロクスを合わせていって、まあ、レジに、ね、オノロクスを合わせたのはね、ワイドブレーカー入れてしまえば、技食らえるようになるので、まあ、シールラール取ってるんでね、まあ、戦いやすいかなってことでそうしていって、で、相手が投げてきたポケモンはデオキシスだったんですけれども、これどうしようかな。どっち大事にしようかな、ブルンゲルとオノノクス。まあ、オノノクスはある程度大事にしちゃっていいと思うんですよ。まあ、ブルンゲル1匹でね、2匹倒すのはさすがに、まあ、きついんで、なので、まあ、あれですね、オノノクスを、まあ、
最初の一発目のダメージがでかいんでね、まあ、1枚目にシール、一発目にシールを貼っていって、で、ワイドブレイカー2発目を打っていって、で、まあ、これで攻撃力が下がったんで、まあ、こうしてしまえばちょっと安泰なんじゃないかな、次の技食らえるようになるんじゃないかな。まあ、それでも張りそうな気はするんですが、まあ、でもここであれですね、今度は辻斬り打ちましたね。まあ、これ辻斬り打ったのには理由があって、ワイドブレイカーじゃ多分、ギリ残っちゃうんですけれども、まあ、辻斬りだとね、抜群で倒せると思ったので、まあ、倒していって、で、相手がね、レジスチルを戻してくるんですが、まあ、そこにワイドブレイカーを打っていって、まあ、攻撃力を下げてね、まあ、戦っていくって感じですかね。で、まあ、この後なんですけれども、どうしようかな、これ、シールド貼るべきかどうかね、ちょっと、まあ、悩みどころですよね。まだ相手もシールド残ってるので、うん。まあ、木箱じゃないや、オノノクスでこのままカウンターで殴っていくのがいいのかなって、まあ、ちょっと考えて、うん、まあ、そういう風にしたんですが、まあ、相手としては、ま、気合玉で飛ばせるんでね、まあ、そういう風にやってきて、で、ここなんですけれども、こちらは今、これ、ワイドブレイカー言ったんですが、ぶっちゃけこれ、辻切りで良かったですよね。ワイドブレイカー今一つじゃないですか。まあ、攻撃力下げる、まあ、効果はあるんですけれども、うん。まあ、でも、辻切りだったら、もっとダメージ入れて、さらにカウンターで、まあ、押せて、まあ、いけたと思うんですよね。まあ、でも、うん、まあ、どうだったんだろうな。まあ、でも、ここまで削れば、まあ、そんな変わんないか。うん。で、あとは、相手の電磁砲が飛んでくる前に、波乗りを、2発入れることができればって感じなんですけれども、まあ、それはいけますね。うん。どうだろう。ブルンゲルの、HP を見ると、まあ、電磁砲微妙なラインだな。ワイドブレイカーで攻撃力2段階下げたとはいえ、ちょっと食らえないか。うん。まあ、でもここでね、まあ、波乗りが間に合ったんで、まあ、なんとか勝ち切れましたね。これちょっとギリギリのラインだったとは思うんですけれども、うん、まあ、でも良かったんじゃないかなと思います。うん。対戦ありがとうございました。うん、オノロクスとね、レジスチルの対面もね、なかなか面白い対面なんですよね。ワイドブレイカーで攻撃力下げれば、まあ、技食らえるようになるので、うん、まあ、それでカウンターとね、技で押していけるんで、うん、まあ、なかなかね、まあ、いいバトルであるんですけれども、まあ、さらにね、そこに足棒を入れることによって、レジスチルね、なんすかね、技一発しか打たせることができないみたいな立ち回りもできるんで、なので、まあ、そこでも考えても、あれですね、アロベトと、なんだ、オノロクスの相性はかなりいいかなと思ってますね。で、まあ、次の対戦相手、トドゼルガで、まあ、自信が溜まったんで、ブルンゲで投げていったんですけれども、まあ、ここまでやってきて、つららばりってことはないはずなんで、まあ、絶対自信打ってくるとは思うんですが、どうですかね、この後、うん、どうなんだろう。まあ、相手のパーティーね、まあ、トロゼルガとかいた場合って、まあ、結構、まあ、ラグラジュとか、あと、まあ、リザードンとかいるのかなと思ったんですが、出してきたポケモンが、クレセリアだったので、これ良かったっすね。まあ、クレセリアは、ま、ね、この、なんだ、なんだろう、シャドーボールで大ダメージ取れますし、まあ、この HP 残ってればね、草結びも一発耐えるんで、うん、なので、ま、悪くないんじゃないかなと思います。ただ、ま、この後、こちら、シャドーボールは打てないかな。どうだろう、ギリギリ間に合うかどうかって感じだと思うんですけれども、あ、間に合いましたね。うん。で、まあ、これで、ま、大ダメージかシールドっていうところを迫っていきたいんですが、でも、なんかちょっと耐えそうですよね、クレセリア側も。なんやかんやで、ギリ。あ、でも貼ってきます。耐えないか、これはさすがに。うんで、この後、サイコカッターだけでやられちゃうのかな。うん。あ、でも、ギリギリ波乗り間に合いましたね。うん。まあ、でも、それはそれで、うん。まあ、よかったか。まあ、波乗り入れるだけでもいいか。で、まあ、これ入れていって、で、これを入れたら、まあ、相手がしこたま、ゲージ溜めてるんで、まあ、あれは出せないですよね。なんだ。オノロクス。あ、でも、ここまで削ったら、どうなんだろう。オノロクスでもいいのかな。まあ、でも、アロベトでいいかな。アロベトで、うん、削り入れていって、まあ、アルベトだったらムーンフォース一発食らえるんで、と思ったら相手がここで帰ってきて出てきたポケモンが、なんだ、トロゼルガだったので、まあ、シールド貼っていって、で、この後はあれですね、カウンター5発で次に撃たれる前に倒しきれたら、まあ、いいんですけれども、どうかなって感じであります。なんとかいけましたね。うん。これいけたの大きいですね。うん。で、まあ、クレセリア出てくんのかな、どうだろう。あいつもちょっとゲージ溜めてるんで、まあ、微妙なラインだとは思うんですけれども、あるいはクレセリアはなんだろう、ワイドブレイカー食らった後の、あれかな、なんだ、交代要因とかにしてくんのかな。うん。で、まあ、これでワイドブレイカー打っていって、まあ、二度切りやってるんで、ビリジョンかコバルオンかのどっちかだと思うんですが、まあ、コバルオンでよかったですね。コバルオンだったらね、カウンターがね、まあ、抜群で入るんで、うん、なので、まあ、なんすかね、うん、押していきますね。これビリジョンだったら当番になっちゃうんでね。まあ、そこは難しいところであったんですけれども、うん。まあ、これ良かったかなと思います。で、相手はおそらく途中でクレセリアを挟んでくるんじゃないかな。で、こっちはこっちにニロゲリ、ニロゲリじゃない、なんかまあ、ストーンエッジなりなんなり、なんだ、この、なんだったっけ、聖なる剣なり食らえないんで、まあ、なんすかね、シールド貼っていって、で、相手が帰ってくると思ったので、まあ、ゲージ溜めてたんでね、クレセリアはね。なので、ここからアロベト投げていって、で、相手に技を吐かせた後に、こちらはどうだろうな、しかも未来予知なんだ、これ。
まあ、悪の波動じゃちょっと倒せないかな、ギリ。倒せないと思うので、まあ、足棒入れていって、柔らかくしてから悪の波動を打っていこうと思うんですけれども、まあ、相手がね、聖なる剣を打ってくるかどうかってラインなんですが、まだギリ耐えるかな、聖なる剣だった。ストーンエッジだったらまずいかなって感じではあるんですけれども、どうだろう。もうちょっと、ギリ懸念になったかなってラインだったんですが、悪の波動打ってたんで、これどうすかね、相手格闘タイプなんで微妙だとは思うんですが、足棒入れてるんで倒せるかな。あ、倒せましたね。うん。対戦ありがとうございました。まあ、オノノクスはね、まあ、確かに火力があって強いポケモンではあるんですけれども、でも聖なる剣ね、ワイドブレイク当ててないと確定2発みたいなところがあるので、まあ、そこのペラさはちょっと、まあ、気にはなりますよね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、グッソンですね。グソクムシャ。グッソンがこれ出てきた。まあ、初めてちょっとハイパーリーグでね、まあ、出てきたんですけど、まあ、こいつも注目のポケモンですよね。で、おそらく赤ブレイク打ってくるので、まあ、そのタイミングでブルンゲレで交代受けしていって、で、まあ、攻撃力でしたっけ、防御力でしたっけ、まあ、攻撃力だったかな、ちょっとまあ、下がらないようにね、まあ、祈ってたんですけれども、まあ、下がっちゃいましたね。で、まあ、そのまま相手が突っ込んできていて、まあ、シャドウクローが抜群なんでね、まあ、確かに、まあ、痛いは痛いんですけれども、まあ、でも相手もペラいポケモンなんで、技食らえないんじゃないかな。うん。食らえないと思うので、シールドは1枚持っていけそうですね。で、まあ、ここで相手が打ってきた技がシザークロスで、まあ、これはあれですね、まあ、赤ブレイクでも受けられますし、うん、まあ、シザークロスだと思ったので、シールド剥がしてくると思ったので受けていって、で、まあ、ここでシャドーボール打っていったんですが、これ受けてくれたら大きかったですね。これ貼られたらちょっとめんどくさかったんですけれども、まあ、受けてくれて、さらに波乗り打たせてくれたんで、まあ、これで、あれですかね、対面かシールドってところを、まあ、迫っていって、まあ、戦えるんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ、打っていって、で、相手はタイミングくれましたね。で、まあ、これ起点作りに来るのかな？で、出てきたポケモンがガラルマッキョか。なかなか厄介なの来たんですけれども、まあ、ここで波乗り打てて、しかもこれ同発じゃないですかね、差し込み入ってないんで。ここで同発取れたのであればかなり美味しいなと思ってるんですけれども、どうなんだろうな。うん。多分同発だと思うんですよ。うん。そうですよね、同発ですよね。うん。で、これ岩なられ、どうだろう、ギリ耐えんのかな？ちょっと微妙なラインだと思うんですけれども、まあ、耐えなかったか、さすがに。で、なんだったっけ、こいつ。オノノクス投げていって、まあ、カウンターがね、ボコボコに入るので、まあ、カウンターボコボコ入れていって、で、あれですね、ワイドブレーカー入れて、まあ、今一つなんですけれども、まあ、攻撃力下がるんで、まあ、攻撃力下げてしまえばね、岩なら食らえるようになるんで、まあ、自信さえ食らわなければ OK ってところで、うん、まあ、戦いますね。で、相手が途中でトドゼルが投げてきたんですけれども、まあ、こっちが先に出てますし、まあ、回転はね、同じでね、回せるので、なので、まあ、あれですね。まあ、同じというか、まあ、こっちがね、若干早く回せるんで、うん、なので、まあ、有利ですね。で、相手の、攻撃力をまず1段階、ワイドブレーカーで下げていって、で、さらにこの足とボメ攻撃、防御力を、まあ、2段階下げていって、うん。で、あれですね、相手が、まあ、自信とか打ってくるかな。まあ、技自信まで貯めてたら、まあ、シールド貼ってって感じで、まあ、OK だと思います。うん。これシールド貼っちゃっていいよな。あ、貼らないんだ。うん。貼らずに受けていって、しかも受けられましたね。まあ、やっぱワイドブレーカーの効果絶大ですね、これ。ここ受けられたのは相当大きいですね。で、まあ、この悪な波動で相手貼らなければ飛ぶので、まあ、貼ってくるんじゃないですかね。あ、貼ってこないんだ。もうガラルマッキョを預けていく感じか。それ厳しいんじゃないかな。厳しいですよね。まあ、岩なのでここ倒したとしても、カウンターでボコボコにされちゃうと思うので、なので、まあ、トロゼルガーに託した方が良かった気はするんですけれども、どうだったんですかね。うん。まあ、こっちもあとはもうシールド貼っていけば、まあ、殴り殺せるので、まあ、勝ちですね。対戦ありがとうございました。オノロックスは、あれですよね、ドラゴンなんですけど、カウンターなんで、まあ、意外と鋼に戦えるのが大きいですよね。タイプ相性不利なんですけどね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がアローラサンドパンですね。まあ、これ出し負けなんで、ブルンゲルに引いていったんですけれども、まあ、相手はね、そのまま突っ込んできてますね。まあ、シャドウクローがね、抜群なんでね、まあ、痛いですよね。うん、一方的にね、弱点疲れてるんで。まあ、とはいえ、そんなに相手も耐久力あるポケモンじゃないんで、うん。なのでね、技は食らえないとは思うんですけれども、まあ、逆にこっちはね、まあ、通常技は痛いんですけれども、まあ、ゲージ技はね、ご覧の通りドリルライナーはね、絶妙に火力不足みたいなところがあるので、まあ、ハイパーリーグの場合ね、なので、まあ、戦えるかなと思ってます。で、まあ、シャドーボルマで貯めて波の打ったんですけども、相手張ってこなかったですね。うん、これはちょっとね、めんどくさかったですね。で、まあ、ここなんですが、これ貼っちゃっていいですね。これ貼って、で、波乗り打って、うん、もう相手シャドーボール怖いと思うんで、まあ、貼ってくると思うんですよ、ここで。まあ、それでね、シールを剥がしていって、で、さらにもう一発波乗り打つことによって、まあ、シールをね、11にすることができるんで、うん、まあ、なので、まあ、悪くないかなと思ってます。で、まあ、実際ここでもう一発入れて、波乗り打つことによって、うん、まあ、相手今シールを貼ったじゃないですか。で、瀕死まで持っていけて、で、こっちのブルンゲルやられちゃうんですけれども、まあ、その後ね、
なんだ、オノロクスで起点取れるんで、なのでまあ、それでやっていけますね。で、まあ、オノロクスで起点取ってしまえば、2発、1発2発もらえるかな。まあ、相手、まあ、2発かな。うん、おそらく2発、まあ、起点もらえると思うので、うん、まあ、それで起点を2発もらっていって、うん、で、あれですね、裏を見ていくんですけれども、まあ、フェアリーがいなければ、まあ、割といけるんじゃないかなと思ってるんですけれども、何出してくるかな、相手。あ、出てきたポケモンが、ギラティナですね。まあ、アロベトがいるから、まあ、ここでギラティナ投げてきたのかなっていう感じはあるんですけれども、どうなんだろうな。まあ、これでも、ワイドブレイカーでダメージ取りながら攻撃力下げていって、で、こっちはこっちで、どうしようかな、シールド、あ、これアロベト投げましたね。うん。で、まあ、アロベト投げていって、で、相手のね、ドラゴンクローをね、受けていこうかなと思って投げていったんですが、相手が、あれですね、普通にドラゴンクロー打ってきましたね。で、まあ、この対面は、ワイドブレイカー一発入れてるんで、もう悪な波動と毒付き込みでいけるんじゃないかな。毒づく込みの悪の波動一発で持っていけると思うので、まあ悪くないんじゃないかなと思います。で、相手がここで、あ、原子の力打ってきましたね。最近のギラティナって原子化持ってること多いですよね。これ、あれなのかな、あいつの影響なのかな、リザードンとかがいるからなのかな。うん。なので、まあ持たせるのかな。まあ、氷ポケモンもいいですしね。で、まあここで悪の波動打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、張ってこなかったですね。これ張ってこないんだ。そうなんだ。で、出てきたポケモンが、ビリジオンか。まあ、ビリジオンは確かに投げづらいよな。オノロクスにも投げづらいし、アロベトにも投げられないか。うん。まあ、そうなってきたら、そうですね。相手としてはしょうがないですね。うん。で、まあ、こちらまだ聖なる剣一発でやられない HP 残ってるんで、まあ、ストイッチだったらね、まずいと思うんですけれども、まあ、でもシールドは、まあ、オノロクスに取っておかないとまずいと思うので、まあ、これは受けていって、で、ギリ耐えるかな。あ、やっぱりギリ耐えますね。で、ギリ耐えた上で、あ、相手が諦めましたね。対戦ありがとうございました。まあ、こうやって見ると、あれですね、オノロクスも、まあ強かったんですけど、アロベトも強いですね。まあ、ブルンゲルもなんですけれども、うん、意外にこの3匹、いい感じで相性が、いい気がしますね。まあ、もちろんね、まあ、他にもいろんなパーティー試したんですよ。ブルンゲルの枠に、まあ、他のポケモン入れてみて、まあ、やってみたんですけれども、ちょっとね、リザードンがね、重くなってしまって、まあ、苦しかったんでね、まあ、ブルンゲル入れることによって、なんですかね、まあ、よく出てくる、まあ、リザードンにも、抗えるようになりましたし、まあ、トドゼルガにもね、まあ、対処できるようになったし、うん、ちょうどいいポケモンはね、ほんとブルンゲルだったんですよね、間に入れるのに。うん、まあ、引き先として使っていくのに。まあ、オノロクスを引き先に、まあ、使うこともあるんですけれども、まあ、でもブルンゲルを間に入れておくことによって、まあ、このポケモンってやっぱり波乗りもね、割と早く打ってきて強力な技ですし、まあ、シャドーボールなんかもね、かなりの技ですし、うん、それをタイプ1で打てて、しかも耐久力が高いっていうね、うん、で、下降回転っていうことを考えたときに、まあ、引き先としてすごくしっくりきたんですよね、うん。で、まあ、初手のリザードンなんかはね、まあ、アロベト側が若干、まあ、不利って言っていいのか、まあ、若干、まあ、シールド剥がされちゃうので、まあ、厳しいかなっていうところはあるんですけれども、まあ、それをね、ブルンゲルはね、対処してくれたりして、うん。で、あとは、なんですかね、まあ、オノロクスでもね、普通に、まあ、処理できたりするので、うん、なので、まあ、初手のね、リザードンの中に出し負けても、やっぱりブルンゲルがね、なんやかんや、うまく中和してくれるみたいなところがあって、うん。まあ、それが非常に戦いやすかったかなっていう印象ありますね、うん。で、あとは、まあ、ブルンゲルが苦手なね、草ポケモンは、アローラベトベトンで見て、で、オノロクスが苦手なね、フェアリーポケモンは、なんだろうな、アローラベトベトンで見て、うん。で、まあ、一応、まあ、カウンターっていうことで、アローラベトベトンが苦手な鋼は、オノロクスが見ていくっていう、うん。まあ、そういった感じのね、うん、まあ、構成になっていて、うん、まあ、うまくね、お互いが、まあ、苦手な部分を補い合えてる、うん。まあ、それこそ相性補完が、まあ、そこそこいいっていうような、そんな感じになってるのかなとは思いますね。まあ、あと忘れちゃいけないのが、やっぱり、まあ、アシッドボムで耐久力を下げることによって、まあ、確定数を大きく変えることができる。で、逆にワイドブレーカーを相手に入れることによって、こちら側の確定数を下げることができるっていうのも、まあ、大きいですよね。まあ、そこの、なんですかね、デバフ、効果がある技を、まあ、2匹のポケモンが使えるっていうことによって、結構ね、対面が変わってきたりですとか、うん、まあ、生き残ったりもするので、うん。なので、ま、そこもね、大きな役割を果たしてるんじゃないかなって思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。